お疲れ様です。立花会です。今日はですね、東京にある健太さんの店、ドラゴンショップワン&オンリー唯一無二に伺わせていただいてます。で、前回1月ぐらいに撮影させていただいた時はまだね、水槽の本数が揃ってなかったんですよ。で、今回いよいよ全部揃ったということで、全ての水槽にお魚も入ってます。なので改めて撮影しに伺わせていただきました。代表の、健太さんです。はい、よろしくお願いします。ということで、今回の動画から初めてね、ご覧になってこのお店を知るという方のために、まあ、前回も説明してるんですけど、簡単にちょっとお店の、まあ、どういうお店ですよっていうのをご紹介いただければと思います。まず自宅の方では今水槽ね、まあ、プライベートで魚を氷を6匹か飼っていて、自分の欲っていうんですかね、もっとこんな魚が欲しいなっていう思いから、まあ、自宅ではねやっぱりもうこれ以上飼えないので、だったら会社の方で、まあ、ショップとして自分が飼育してないような、そして飼育してみたいような、まあ、変わった魚、かっこいい魚を購入したいというかね、買いたいっていう思いを、まあ、店にしたようなショップなので、なので、まあ、なかなか見ることのできないような特殊個体だったりとか、まあ、自分が本当に気になる、はい、こいつかっこいいなと思える個体のみを一匹一匹こう厳選して集めたような、まあ、ショップ。これ、僕からの質問なんですけど、はい、まあ、僕が思ってるのは、例えばですよ、僕の動画をご覧になった視聴者さんで、まあまあ、これは例えばの話ですけど、あのステゴ、僕のアルティマのステゴいると思うんですけど、はいはい、あれが例えばスクーヘッドでいいなって思ってくれた視聴者さんが例えばいて、でこれに似てる魚が欲しいですって言ったら、まあ、ピンポイントでそれじゃなくても、はいはい、似通った魚をその例えば案内したりっていうのはできたりするんですか？うん、それはやってるかな。やってます。 SNS で出回ってるこの魚が欲しいんで入れてくださいは、これは多分難しいです。ちょっと難しいです。こういう風なだったら相談できるかな。そうですそうです。探しますよ。そうです、うん、こんな感じのイメージの魚入れようと思います、うん、っていうこういう相談はできます。できますよね。で、別にそれを無理やり気に入らなかったから買えとも言わないし、うん、まあまあ、別にお店の在庫になればいい話なんで、ただ僕が全く好みの魚じゃなかったらもう確実に買うって言ってもらえない。一番初めてアロワナを買おうって思った人が自分の好きな好みを見つけるの難しいと思う。難しいです。でも分かんないと思うんですよ。分かんないですね。本当の初めての人って何が違うのか分かんないです、うん、分かんない分かんない。なのでもしかするとうちのお店はそういったお客さんには難しいお店になるかもしれない。そうですね。まあなんだろうな、入り口としてはアロワナを始める方の入り口としては、僕健太さんの店ちょっと紹介するの抵抗ありますか？でもアロワナをすごい長く続けてきたとか、まあ、何匹か飼ってきた中でもういよいよ好みが決まってきたかなでマッチするんだったら、まあ、すごいいいんじゃないかなっていう相談もできるし、気軽に問い合わせください。だそうです。はい、はい、お願いします。あの説明欄には健太さんの、あのとりあえずツイッターのアカウント と、はい、あと YouTube のやつ、はい、チャンネルを両方説明欄にリンク貼っておきますので、もしねまず連絡取りたい方はツイッターの方で、健太さんのお店のこととか、あるいは健太さんが情報発信している内容をご覧になりたい方は、そちらの、ね、リンクの方が YouTube をご覧になった方が一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあ早速店内のですね、魚の方、見せていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで健太さんとこのお店1匹目ですね。これが超珍竜セミショート個体。今これ何センチぐらいなんですか？ 25? 25センチぐらい。これが輸入して、うん、2ヶ月ちょっとかな。あ、2ヶ月、あ、でもまだそんなもんでしたっけ？そうだぞ。へー、3ヶ月経ってないぐらいか。ほうほうほう。だから野生っぽいだったのが、ね、うんうん、たくましくなってきた感じ。はいはいはい、うん、あのまあいろんなお店の考え方があるんですけど、まあ健太さんのところの特徴って、まあ前回も言いましたけど、やっぱ白ライトでこの管理されてるのが健太さんのお店のまあやっぱ一つ特徴として挙げられるのかなっていう。全水のパーフェクトクリアです。全員でこの魚本来の色味を綺麗に見せてくれるのが一番。ああ。はあはあ、これ自宅でも使用されてるんですか？このライト。自宅でもこれ使ってます。なるほど。これ頭のところめっちゃ緑に輝いてるし、青緑っていうんですかね。ヒレも大きいでしょ。ヒレも大きい。私の譲れないポイント胸びれはでかく。そうだ。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、じゃあ2匹目、こちらも超珍竜ですね。で、こうセミショートと。で、入った時期は最初に写したこと同じ時期、同じだから2ヶ月ぐらい。ちょっと大きいですか、こっちの子の方が長さが。そう、2、3センチでもともと大きかった。でまあね、今ちょっと撮影前に伺った話でちょっとだけ両目がね、まあ、乱れ傾向かな。これでもあの鱗の内側の色の具合が僕的にはさっきの最初に写した子よりこっちの方がすごい綺麗に見えるのは気のせいですか？え、綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗。いや、さっきの子が悪いって言ってんじゃなくて、この子はすごい、この子は飛び抜けて綺麗。
そうですよね。だってその輪郭の部分に色乗り始めてちょっと大きいだけなのに、ね、で鱗の内側も綺麗だし、これあれね、ヒレもまあ当然同じようにヒレも長いし、で白水槽だ、白水槽じゃない、白ライトでこの後方三ヒレの色味全然あの白っぽくないっていうか、ちゃんと色が濃いように見える。これ僕の視点で、僕のいつもの考え方であれですけど、やっぱり色素の濃さって最初わかんないけど、じゃあどこ見るのって言った時に、僕大体ヒレの色味とか口先の色味を気にしちゃうんですけど、だから僕はどっかででもね、色素のその上限値みたいな最大値ってどっかにあると思うんで、無限に赤くなるわけじゃないと思ってるんで、ある程度この辺は気にするのかなと思って僕いつも見ちゃうんですけど、僕はね鱗の輝きが結構、ああなるほど、あれですよね、鱗のやっぱりそのなんだろう、色が乗ってくるなってとこってなんとなくわかるじゃないですか。そうですよね。であのただ銀色じゃなくて、ちょっとなんか 色っぽい感じの、僕いつもなのオレンジっていうかピンクっていうかに光沢が出てるところが、ここから色乗ってくんだなっていつも見てますけど。でリックさんも警戒してるよ。あ、警戒してる多分ね、カメラが嫌いなんだと思うんですよ。でこの頭のこの溝の内側も赤いんですよ、よく見ると。だこれ将来的に頭もきっちり色乗ってくるのかなっていう、期待できそうな気しますけどね、この辺。あ、ちょっとこっち向いてくんないと、あのすいません、ちょっとカメラこっちなんで、一旦いいですか、一旦いいですか、こっち向いて、ちょっといいですか。じゃあ上の方がいいのかな。あ、ダメ、うん、言うこと聞いてくれない。いや、この子ね、頭ワンチャン乗るんじゃねっていう気がしますけど。まあでもバランス取れてかっこいいし、いや、いいと思います。今の2匹単純に比較したら僕こっち買いますけどね。いや、いいと思います。いいと思います。これ僕の個人的な意見なんで。僕的には背中がね、もうちょっと、ね、盛り上がって成長してくるんじゃないかなと。ああ、将来的に。はい。いや、これはいいんじゃないですか。かっこいいと思います。はい。じゃあちょっと次のお魚行ってみたいと思います。はい。はい、ということで3匹目の答え、これも一応あれですか、超珍竜ってことになるんですか。超珍竜のキングショート答え。キングショート答え。さっきのことの違いは、このやっぱ頭の上の盛り上がりとこの詰まり方ですか。これほら、さっきのこう、なんならちょっと横に持ってきて並べますけど、頭のところグワッと盛り上がってますよね。キングショートという形になるんですか。これあのキングショートについて多分あの僕もそうですけど、あんまりなんつうの、名前は聞くんですけど、なんていうのか、何をもってキングショートっていうのか、頭の後ろからのこの盛り上がり方っていうのは、はい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 、これが激しいというか強めなのを僕はキングだと思って。これちなみに入ってきたのいつぐらいになるんですか。まだね、入ってきたの間もないですよ。あ、間もないですか。1ヶ月経ってない。でサイズ的には20センチくらいかな。20センチくらいですね。うん、出したらないかもしれないね。うん、詰まりすぎてるので17、8かもしれないこの鱗のね、鱗と鱗の感覚を見るとさっきのこと明らかに違うのはもうね、よくわかると思うんですけど、いやすごいよねこれ。でショート個体でもやっぱりアロワナなんでね、はいはい、大きくなるじゃないですか、はい、で必ず伸びてはくるんですよ、はいはい、それは餌の管理だとか、うん、やっぱり伸びすぎないでショートを維持したいっていう方に関してはそこが難しい。あ、ただここまで鱗が詰まってると、うん、おそらく大人になった時にも、はいはい、がっつり詰まったまあ、ショート個体維持できるんじゃないか。あ、まあ、比較的それをその維持しやすいというか。そうだね、そんな感じですかね。うん、本当大きくなってもショートのまんま、うんうんうん、っていう個体を求めるお客さんにはこういった個体がおすすめです、ね、はいはいはい。あとはこの子に関してはちょっと筋肉質な感じが伝わってくると思うんです。いや、しますよね。おそらくもうゴリゴリなさ、うん、いかつい体型のショートボディになるんじゃないかな。うん、このなんだろうね、この背中からまあアロワナのお腹っていうかそのボディの真ん中までにかけての上側、うん、筋張ってますもんね、なんかそうこう映ってるかな、これすごいですよ。めちゃくちゃ筋肉質な。そうあのなんだろう、人間でもあの筋肉のすごい人ってあの筋がものすごい入ってる筋肉のラインみたいなのが。リックさんの肩みたいな。いや、僕の肩撫で方なんであの割と丸めなんですけど違う、あ、そういや結構これだから上の方すごいなんかボコっていうかね、ボコっちゃボコなんだけど、すごい、うん、筋トレしてんなみたいな感じを体してる。いや、そう
うん、この子すごい、そういう筋肉質でショートで、あ、ショートでっていうかキングショーとか、まあ、そういうのがなんかいろいろね、いろんな要素がミックスされたっていうか凝縮された子なんじゃないのっていう気しちゃいますけど、まあ、なかなかいないでしょう、なかなか見ないんじゃないですか、うん、だから特殊個体でいろんな、その特殊個体っていうかその普通の、普通のっていうかね、まあなんだろう、人と違う子が欲しいっていう人にはちょっと一回見てもらった方がいいんじゃねえのっていう、そういう体つきしてますよね。いやー本当に短いだけって言い方がねちょっと失礼かもしれないけど、まあいわゆる通常のショート個体に加えてその筋肉質っていうところがです、ね、うん、すごいすごい魚だと思いますね。ありがとうございます。でだってまあ特にこれね気にする人気にするんで、僕も気にするタイプなんですけど、メダレとかしてないでしょ、だってこの個体メダレはねしてないね、してないですよね、うん、だからすごい綺麗よ、なんつうの、ボディのバランス的にはすごい詰まってるんで、そういうのが好きな人にすごいいいんじゃねえかなと思いますけどね。各ヒレも大きいし、ね、そうそうそう、うん、後方3ヒレも大きいし胸ビレも長いし、うん、ありがとうございます。はい、ということで次に行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ4匹目ですね、こちらも長鎮竜ですかね、長鎮竜、ショート個体、ショート個体、これはさっきのキングではなくてショート個体、まあ、僕が前回撮影してさせていただいた個体とはちょっと違うんでしたっけ、その時よりも若干バランスよく詰まってるんじゃないかなと思うんだけど、はいはいはい、なんせ僕もほらもう今手元にいないんで、まあ、そうですね、比べようがないっちゃ比べようがない。まあでも方向性としてはね、まあ、そういうやっぱり詰まり気味の子をやっぱりこう セレクトされて、ただ今回のショートはね、うんうん、全て胸びれも大きいのを選んでるんですよね、はいはいはい、なんで初めて入れた時のショートよりも詰まり具合はどうかわからないけど胸びれは大きいと思う。あ、本当ですか、うん、ちょっと僕も覚えてないんでどうだったかなっていう、胸びれは多分今回のこの方が大きいですね。あ、まじですか。まあでも腹びれまでねきちんと届いてるし、いやでもあれでもあれこれライトの当たり具合かな、さっきの子ボディーカチかったけど、この子もでも鱗全体的に照りがすごい、うん、なんだろうね、ショートに関してはね、どの個体もね、今回の鱗の輝きっていうのかな、はいはい、まあ、照りっていうのかわかんない、はいはい、まあ色味は多分ちょっと期待できるんじゃないかなと思ってます ね。意外とそのショートだったりいわゆる豚系みたいな、うん、その体が大きくなったりとか、なんかちょっとね色と一緒にできないというか、方向性が極端になると色味まで求められないっていうイメージが僕あるんですけど、はい、ショートはね僕そんなことないと思う。あ、そんなことないですか、うん、あ、逆か、詰まってるから色も出やすいのかな、どうなんだか、ね、うん、体型がものすごいでっかくなる個体って、ね、体型がほら、うん、そうすね、成長が早くて、そうすね、あれ聞くじゃないですか、はいはいはい、まあ、ただ僕も豚系を飼ったことがないから、あ、こういう断定的な話はできないけど、まあ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 、まあ、もしかしたらってことですね。ただ僕が見てきてるショート、うん、に関してはショートでもしっかり色は乗ってくると思います、ね、うん、はいはいはい、うん、まあ、確かに、まあそうですね、ああいうのはその体の成長の速さに色の乗るスピードが合わなくて薄く見えるって僕も印象を持ってるんで、もしかしたらね、いやでもなんかどうなんだろう、赤くなると思いますね、うん、いやさっきのね実は2匹目の子の方が僕的にはすごい色味が赤くなりそうに見えたけど、いやこの子もでもこうやって翻った時のこのキラキラっていうかギラギラしてる感じが、輸入してさ、この個体はほら、まだ、うん、あーそっか、1ヶ月経ってないんで、さっきの子とちょっと時間が違うんだ、そう、まだね、完全な、なるほどなるほど、ないと思う、それはでかい、うん、入って間もない感じでこれです、ね、うん、だってね、1週間経つごとにだいぶ様子が変わってきますよね、変わってくる変わってくる、落ち着いて、徐々に水に慣れて、そうそうそう、だからこれからか、じゃあ1ヶ月ぐらいしたらまた全然違う魚になってんじゃないですか、これ多分もっとね、たくましい感じ、ね、あれあれとかつって、じゃあ1ヶ月後に来た方が違うか。まあその辺はね、まあ、気になった方にそのぜひね飼育して手元で見てもらいたいですね。いやこれほらかっこいいね、かっこいいで、なんかこのさっきの子は多分ねライトの位置だろうなと思うんだけど、この鱗の照りやっぱりいいと思いますよ。期待できますでしょ、期待できるんじゃないですかこれ、すごく、ありがとうございます。はい、ということで4匹目でした、ということで、健太さんのお店の5匹目、あれこれはでも長鎮竜ではないですよね、これはね鳳凰竜、鳳凰竜、僕の中のイメージで鳳凰竜って各ヒレがめちゃくちゃ長いとか、そうですそうです、そうですよね、シェンロンブランドの中でも、はい、まあ長鎮竜に次ぐ、まあ、有名なのかな、鳳凰竜、はいはいはい、
この胸びれがやっぱり長いでしょ。長いですね。ちゃんと腹びれまで届いてる。翼を所有しているような感じですね。そうですね。羽ばたきそうでしょ。まああの飛ばない方があの怪我しないんでいいんですけど、そういうことじゃないか。これでもあの尻びれ、この後方三ヒレの下のヒレとか結構でかく見えるの気のせいですか。でかいです。でかいですよね。めちゃくちゃでかいです。なんかなんだろう、すげえ全体のバランスからしてこの尻びれめっちゃでけえなっていう印象を受けますね。まあ当然尾ひれも大きいんでしょうけど、にしても尻びれの大きさがめちゃくちゃ印象に残る。後方三ヒレ大きいよね。大きいよね。大きいですよね。うん、これでサイズは30ない25 30はないね。3かないかぐらいかな。そうですよね、うん、でまあね、さっきのショート個体と比べると明らかにこの鱗の感覚が全然違いますよね。そうですね。これそうそうそう、これよくだから健太さん逆にあんだけショートこだわってて放流っていうのを選択肢の一つにっていうのが思うところなんですよ。やっぱね、放流って、はい、なんかお客さんもね求める方も結構いらっしゃって。あ、そうなんですか。かつ私の自宅のですね、はい、宣伝になっちゃうんですけど、はいはい、今回のアロワナライブの表彰飾った魚も、はい、実は鳳凰竜なんです。あ、そうなんですか。ただ鳳凰竜の中でもうちの個体はねちょっと餌与えすぎたのか、うん、まあ素質なのかかなりのハイボディになっちゃったけど本来の鳳凰竜っていうのはこういうスラッとした鳥系って言われるのが鳳凰竜なんです。はいはいはい。あれですか、組閣系ですか、イメージは。そうなんだよね。なんか結構このなんつうの外、輪郭のから内側にかけてのこの発色しそうな面積が随分広く見えますよ。この子はね、うん、まあ、どう映像でどう映るかわからないけど全体的に金色っぽいんですよ、ね。はいはい、ああなるほど。青光りしてるような魚じゃなくて、はいはい、全体にちょっとゴールドチックな輝きを見せてるんで、まあ、どういう風に色が今後乗ってくるかわからないけど、ね、うん、割と深い色になるんじゃないかなって個人的には思ってるよね。はいはいはい。鮮やかな赤というよりもなんか、なんか濃い赤ですね。濃い赤、うん、になるんじゃないかなと思うけど、まあこれは分からない。ああ、まあまあまあね、そうですね。結局ね、同じ魚でもね、いろんな飼育の仕方で色の出方変わるでしょうからね。あとはですね、鳳凰竜でも、うんうん、ほら顔つきが結構こだわってるんですよね、毎回。ほうほうほう。やっぱり鋭い顔つきっていうのが、はい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 、分かる気がする。それを集めてるということだけで一応、うん、なるほど、なんか伝わればいいですね。ああ、だからまあスプーンヘッドよりなんか、そういうことですよね。基本的に鋭い顔つきが好きです、ね。うん、楽しみ。いいですね。これどうなんだろうな。これもね、だってセミ、あのいわゆるショート系じゃないからちゃんとしたっていうかね、あの奥行きのある奥行きのある水槽で飼えばでかくなりますもんね。え、60とかまで育てた時にこの子一体どうなんだろうっていうのをちょっと見てみたいな。そういうの想像するとワクワクする。ワクワクしますよね。え、このさ、ヒゲの大きさでさ、うん、そう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 、どうなんのよっていう。めっちゃかっこいいと思うよ。だってこれがまだ30ないってことは60ってことは単純にこれの長さの倍になるわけですからね。存在感やばいでしょ。やばいんじゃないですかこれ。ありがとうございます。いや、ちょっとこれ楽しみですよ。ぜひぜひ誰か YouTube に上げてください、そのすぐ。はい、ということで放流、5匹目ですかね、になりました。はい、はい、次の魚行ってみたいと思います。はい、はい、ということで、6匹目、これも放流になる。はい、放流ですね。でこれ実はですね、まあ、あの売約済みの個体ということで、普段はね僕あの売約の個体ってやっぱね、あの撮影はしないんですけど、めちゃくちゃ綺麗なのでちょっとあの健太さんにお願いして、撮影の許可をいただきました。でこれね、さっき写した、5匹目の子も放流で、まあ、同じ系統といえばね、まあ、ヒレが長いとか、まあ、そういうとこあるんですけど、この子ね売約になってる理由わかりますか皆さん。さっきの子が売約じゃなくてこっちの子が売約になってる理由、これね、まああのすごい肌の質感が滑らか。これ今下から煽りで撮っちゃってるんで輝きものすごいですけど、これ近くに来た時にね、本当はマクロレンズで撮ったらわかりやすいんですけど、綺麗だよね。うん、鱗の内側めっちゃ綺麗よ。これすごいね、滑らかに輝いてる感じ。なんだろう、ただ輝いてるんじゃなくて本当に何つうの、光沢の感じがその断続的じゃなくてきちんと
面として輝いてる、その輝いてる何かがポツポツポツってあるんじゃなくて、鱗の面がねきっちり滑らかに輝いてるんですよ。これね、いやもうまあ購入された方がまあちょっとね、遠方の方ということで、まあ健太さんとねいろいろお話しされている中で、健太さんがいやこっちのこの方がいいですよってねおすすめされて、こちらに決めてっていう話があったらしいんですけど、健太さんがこっち勧めた理由がよくわかります。ここにいると、まあさっきの子もすごいいいんだけど、またちょっと違うよ、ね、ちょっと違う、さっきの個体に比べると、例えば各ヒレの大きさ、はいはいはい、っていうのはこっちの子の方がまだ小さいんだけど、 そうですね、それでも十分大きいし、うんうん、ただ全体的なバランスとか、そうですね、将来性とか、ね、うん、あと色味とかを考えると、うん、こっちの方がなんか僕はね期待できるんじゃないかな、うんうんうん、さっきの子はさっきの子でめちゃくちゃそう飛び抜けてね、うん、ヒレも大きいし、はいはいはい、かっこいいんだけど、まあこっちをおすすめしちゃったよね。いやー、わかりますよ。ね、優劣つけがたいんですよね。でしかも健太さんにしたって自分の店の魚だからね、うん、やっぱりどっちもおすすめしたい中でもやっぱりポイントを絞って、まあ、この子がやっぱりいいだろうっていうので、ちゃんとその辺正直になっておすすめされて、僕だったらこっち残したいけどなって聞かれたんだよね。実際に健太さんはどっちが好みですかと、はいはいはい、健太さんだったらどっち買いますかって言われたんですよ。あうーん、僕はこっちかなって。いや、うん、これ僕もし僕が同じ立場で見ててもやっぱこっち買おうと思いますよ。同じ2匹放流が欲しくて悩んでるんであれば、この鱗の照りがとにかく綺麗、すごい光ってる、まあ光って見えてるんですけど今、いや光ってるんですよ、光ってるんですけど、光ってるよね、うん、そのなんだろう、滑らか、とにかく滑らかなんですよ光り方が。いやこれはバイヤーされた方、いや健太さんのアドバイスに従ったら本当大正解だと僕ここで思ってますけど、いやでも自分が買うんだったらやっぱこっちですわ。ほらすごいでしょ今のこの青いのね。ちょっと映してる角度が違うから一概にね同じように比較はできてないかもしれないけど、でもこれ白ライトでそれでもねちゃんと色ももうだって選ぶた周りも見えてるし、照りもすごいし、これは赤くなるんじゃないかな。いやこれはすごい、これはいいわ。でも売れちゃってるんでね。そうなんですよまあでもこういうグレードの子がだからいるっていうことですよね、ことですよね、はい、健太さんのお店には。だからまあ今後もだから期待、こういう子欲しい方はぜひ健太さんにご相談お待ちしておりますね。はい、はい、ということで放流でした。はい、ということで、健太さんのお店の7匹目ですね、最後の、個体紹介と、いうことになります。でこれが超新流シグナッチュア、ちょっとごめんなさい、発音が僕あんまり英語得意じゃないんで、すみません、大体そんな感じな発音なんですけど、一番グレードが高い、そうですね、シェンロンさんの中で一番グレードが高い個体ってことですか。超新流の中でのあなるほどグレードが一番上の個体になります。はいはいはい、証明書がね3段階分かれてるんですよ、はいはいはい、超新流においては、はあはあ、それが一番上のグレードの個体って持ってもらえれば。あなるほど。ちなみに超新流、はい、こちらがどういう特徴を持った個体に名前が付けられるのか、ちょっと健太さんに教えていただいても。コラがね、現地のミスターがどうつけてるのかっていうのも正直あるんだけど、はい、基本的に超烈流って言われるものに関しては、はい、ものすごいハイボディだったりとか、はいはい、ものすごい豚系、はいはい、で超新流に関しては、うん、超烈じゃないよねと、あ、はいはい、であとは胸びれの大きさ、後方三ヒレの大きさ、あで鳥系と言われるさっきのね鳳凰流でもない、あという個体に超新流っていうのはつけられるんじゃないかなっていう私イメージです。あなかなか複雑なところですね難しい。複雑なんですよ、うん、なので、うん、僕のね YouTube でも案内してるんだけど、はいはい、シェンロンのブランドの魚を購入されるときっていうのは証明書で選ばない方がいいと思います。あ、まあ、魚を見てってことですね。はいはい、同じ超新流でも一匹一匹の形も違うし、はいはいはい、鳳凰流でも形違うし、はいはいはい、超烈でも超鎮でも一匹ずつ形が違うんです。まあそうですね、まあそれがだから一本抜きのいいところっていうことですね。なので、はいはい、個体の形とかね。ああなるほど。僕がこれセレクトした一番の理由って、はい、やっぱりこれ全体的なバランスと、いやそうですね、はい、ハイボディな感じと、はいはい、あと胸びれがやたら大きいところをセレクトしてます。ああなるほど。いやこれ目の前で見ててあれですけど、これサイズよ35から40の間、40はないですよね。いや40センチぐらいだと思う多分。 あります、うん、へえ。もっとでかく見えるけどまだ40センチぐらいだと思う、うん、いやボディが縦に大きいじゃないですかやっぱハイボディで、うん、すげえなんかこれ迫力ありますよね。あるでしょ。うん、でヒレ長い、確かにヒレ長いし、腹びれは余裕で超えてるぐらい、うん、
で長いだけじゃなくね、ヒレ自体がやっぱ太いんですよ、胸びれが。ここも今回ね、選んだ理由の一つなんですよ。はい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 。胸びれが腹びれを超えてるプラス、うん、ヒレが大きい。なるほど。太いっていうかな。で、このね、ケンタさん好みのあの顔の形、そうこのツンとしてる、ちょっとこっち向いてくんない、あのライトが、ライトの下くぐってきて、お来た、ライトの下くぐってきてくれました。ほら分かってるね、ほらこれ頭のとこちゃんとツンとしてて、で背中もこれ結構今太いでしょ、うん、太いし盛り上がって、あのスプーツなんだろうね、かっこいいでしょ、かっこいい、なんとも言えないよね、なんとも言えない、あの、うん、なんだろう、さっきのあの提灯竜のすごいごっついショートのね、はいはい、3匹目の個体、あの子もあの頭の後ろの盛り上がりとか筋肉質すごかったけど、なんだろう、すごい、そこまで頭の後ろの盛り上がり極端ではないんですけど、でもこの長さでこんだけ盛り上がってるっていうのが、まだ幼魚でしょこれね、まあ、幼魚の制御、何ミドル個体、いわゆる若魚ってやつだと思うんですけど、うん、だよね、これいいんじゃないですか。ちょっと今ね、色戻すんでね、ちょっと焼いてるんでね、うん、はいはい、これ来てからどれぐらいなんでしたっけ。このままだから1ヶ月経ってないです。1ヶ月経ってない、やっと色が戻ってきたかなって感じですね。うんうん、これ白ライトなんでね。そうですよね、そうそう、だからこれ白ライトでこれなんですよ。赤く見えるライト使ってもらえれば赤くはなります。ああ、もうなります、なります、これだったら全然赤く見える。まあだって40前後ってとこですもんね。そうだね、それでこのこんだけ、だって頬エラブタのところ結構赤くちゃんともうね、広く染まってるし、そう、もう結構いいサイズなんで、私自身ほら自宅もそうだけど、はいはいはい、やっぱり色分けに結構こだわってるんで、はい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 、でこの子もやっぱり赤くしたいなと、はいはいはい、お店でね、で、まあ、もしお客さん見つからなければ、うんうん、まあ、看板魚として、なるほど、でお店としてはあの私が個人でさ、自宅でやっぱりあのどんな魚でも赤くできるって思ってるから、はいはいはい、まあ、飼育スタイルでね、まあ、あのケンタさんのね動画をね見ていただくと分かるんですけど、 YouTube あの説明欄から飛んでいただいて、あのケンタさん最近魚の数減らしてますけど、結構交流いっぱいいてもみんなね、みんな赤いんですよ。でそれがだってあのなんていうんですかね、そのブランドというか、うん、まあこうね、そうバラバラなんですよね、バラバラ、だからブランドに関係なくみんな赤くなってるから、この子もね、だって40でこれでしっかり焼いて、健太さんが管理したらめっちゃ赤くなるでしょっていう、真っ赤にしてやろうと、うん、気しかしないけど、真っ赤に仕上がった個体を求めるお客さんもいるじゃないですか、うん、はいはいはい、ただそうじゃなかったとしてもこの子は、うん、まあ私の飼育技術はの証明にもなるから、そうですね、うん、まあでもこれぐらいのサイズでこれだけ色が出てて、でしかもあれですよね、あの健太さんのところで購入された方にはちゃんと色上げのまあお手伝いというか、もちろんもちろんアドバイスもされるわけですもんね。一緒にやっぱりなんだろうな、うん、本当の赤っていうのを一緒に求めたいなっていうのも僕、はいはい、店やってるスタイルの一つなんで、はいはい、これだからなんだろう、ある程度もうここまでの保証はされてるわけじゃないですか、そのどこまで色が出るみたいな、ね、あのもっと仕上げていく段階って感じですね。そうそうそう、だからここまで出てここからさらにプラスアルファがきちんと狙えるというか、ケンタさんと一緒になって育てていけばこれかなり真っ赤なんじゃないですか、これなると思うけどね、うん、これここ来て見ないと分かんないところもあると思うんですけど、まあ遠方の方にはねちょっと動画が少しでも参考になればありがたいかなと思います、はい、ということでね、今7匹撮影させていただきました。で一部あのね本当に売約でちょっと取れなかった個体もいるにはいるんですけど、はい、まあ大体まあ網羅したかなというところです。はい、はい、ぜひあの気になる魚がいる、あるいはねこの動画を見てまあこういう系でもうちょっと相談したいなとかって思われる方、まあ、購入にあたってねいろいろ相談されたい方はあの健太さんがねすごい気さくにいろいろ教えてくれるんで、もちろん買わなくても構わないですね、はい、気軽に遊びに来てもらえれば、あ、そうなんですか、皆さん大体そうです、お茶飲みに来る感じです。ああなるほど、はい、あのさっき僕もコーヒーいただきましたけどたくさんあるんで、あ、そういうことじゃないか、はい、まあまあ冗談はさておきね、いろいろお話聞いていただけるんで、これからね、まあ、あのそういうこだわりの個体自分で探したい、特にあの鳥系ですよね、はい、とかショート個体、まあ、そういったのにすごいこだわりを持ってセレクトされてるんで、まあ、そういうのが気になる方はぜひ、健太さんのね、ドラゴンショップワンアンドオンリー唯一無二、まあ、問い合わせしてみてはいかがかなと思います。はい、ということで、今回のね、動画はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ健太さん最後に何か一言ありますか、よかったらマイクの近くで。いえいえ
もう気軽に遊びに来てください、はい、買う買わない関係なくアロワナのですね話をね一緒にできればいいなと思ってますんでよろしくお願いします。はい、ということでケンさんありがとうございました。はい、はい、ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さようなら。おーすごい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 、おーすごい早っ、全然あの全然あのピントがボケてる間に食べられちゃった、なんでかな。おーすごい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 、おーすごい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 すごいすごいすごい、おーすげえ早っ、これ一番ゴリゴリな子ですよね。おすごい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 、おお早すぎて全然あの追い切れてないけど、いやあの大丈夫です、あのカメラのレンズの中には収まってるんですけど見えない、ほら食べる瞬間早すぎて見えない。3匹いきましたね。はい、ということでちょっとね健太さんの方にサービスで餌やりのねシーンを映させていただきました。ありがとうございます。